トフが、昨日の残りが、まあ、残っていると。今回は、炭を使ってるんですが、朝はちょっと忙しいので、まあ、シングルバーナーとかでも大丈夫です。ちょっと、趣向を変えたいと思います。まあとはいえ、何を作るかというとカレーなんです。で、まあ何をするわけでもなくカレー粉を入れたらいいんです。まずまあこのポトフのだしを少しだけ、ボウルかなんかに入れてもらって、市販のルーですね。はい、市販のルーです。はい、今回は、フレーク状のものを、使用します。で、先ほど取った、ポトフの、だしのところにカレー粉を、入れて、はい、ここでもう溶かしてしまいます。そうすると、まあフレーク状なので溶けやすいのですが、まあ要はポトフに馴染みやすい、まあ、先にこっちに溶かしてしまいます。それをカレーの出来上がりです。今回は、本当のカレーにしたんですけど、まあ水分、水をちょっと多めに入れて、カレースープみたいな感じにしてもらっても大丈夫だと思います。で、まあご飯をちょっと炊くのは朝から大変なので今回は、バケットを用意しました。昨日のポトフとはまた変わって、全然ポトフからとは思えないですけど、でも野菜の旨味とかがすごい染みてて美味しいです。じゃあバゲットにつけて食べてみます。朝食だとパンにつけた方が食べやすいですね。